各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語勉強していきましょう。加油。今回はホテルでの表現。まずはスキットを見てみましょう。对不起，我把钥匙忘在房间里了。您住几号房间？我住625房间。您贵姓？我叫木村一郎。我们马上叫服务员去给您开门。日本語の字幕で見てみましょう。对不起，我把钥匙忘在房间里了。您住几号房间？我住625房间。您贵姓？我叫木村一郎。我们马上叫服务员去给您开门。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。对不起，我把钥匙忘在房间里了。您住几号房间？我住625房间。您贵姓？我叫木村一郎。我们马上叫服务员去给您开门。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。对不起，我把钥匙忘在房间里了。您住几号房间？我住625房间。您贵姓？我叫木村一郎。我们马上叫服务员去给您开门。日本語の字幕で見てみましょう。对不起，我把钥匙忘在房间里了。您住几号房间？我住625房间。您贵姓？我叫木村一郎。我们马上叫服务员去给您开门。今回のキーセンテンスは、我把钥匙忘在房间里了。鍵を部屋の中に忘れました。キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。我把钥匙忘在房间里了。繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。我把钥匙忘在房间里了。映像に合わせて発音してみましょう。对不起。您住几号房间？もう一度繰り返します。对不起。您住几号房间？最後にもう一度映像を見てみましょう。对不起，我把钥匙忘在房间里了。您住几号房间？我住625房间。您贵姓？我叫木村一郎。我们马上叫服务员去给您开门。对不起，我把钥匙忘在房间里了。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。